日常生活に役立つ英会話ワンポイントレッスンですメモのご用意はよろしいですか今日はとてもシンプルです「You're so good」意味はこういう時に使いましょう Yes! You're so good。そうを伸ばして言うのがポイントです。短く言った場合、You're so good は意味が全く逆になり、相手に大変失礼な印象を与えます。Oh yes, you're so good. You're so good. Come on, come on, Toshi. Hey, Toshi, come on. はい、これはいけませんね。今日のワンポイントレッスンは。 You're so good. あなた、すごすぎる。でした。上手に使いましょうね。日常生活に役立つ英会話ワンポイントレッスンです。メモのご用意はよろしいですか今日はこれ。 I give good head 意味は私口でするのがうまいのよですこういう時に使いましょう Hi, how are you? I give good head. Come on. Come on, Tashi. Come on. 二人称の場合は、You gave good head。三人称単数の場合は、She g i v e s good head. あるいは、He g i v e s good head. と動詞に S がつきます。一人称の場合は、We gave good head. と動詞に S がつきません。応用してみましょう。I gave good head.You gave good head.My parents gave good head. You give good head. My parents give good head. My grandmother gives good head.My relatives give good head too はい、こんな具合に使います。今日のワンポイントレッスンは I give good head. 私、口でするのがうまいのよでした。上手に使いましょうね。 日常生活に役立つ英会話ワンポイントレッスンですメモのご用意はよろしいですか今日はこれ First grade 意味は「まあなんと素晴らしくなめるのが上手なのでございましょう」ですこういう時に使いましょう <Come> on. 今日のワンポイントレッスンは First まあなんと素晴らしくなめるのが上手なのでございましょうでした上手に使いましょうね